お疲れ様です。いや、ちょうど時間空いててね。そんで一個思い出したの。アイスあるわ。って。そうそう、買い置きしといたやつ。食べてから行くんだ。ああ、うん、そう。新しい味。もしかしてプロデューサーもチェックしてた？あれ、CM からもう美味しそうだったもんね。って、ああ！楽しみにしてたのに。名前も書いといたのに。やっとの思いで買ったのに、置いてるお店全然見かけなくて。実はそんなに気にしてないのに。ん？何今の言い方。ほっとしたの？責めてるの？ごめんごめん。でもさ、ピーターン、こんなのに引っかかってるようじゃ、話聞かずにとりあえず謝ってた説が出てくるぞ。本当に？ちゃんと反省してる？うそ、わかってるよ。うちのプロデューサーは誰より誠実だもの。距離はあっても誠意がないなんてことはないもんね。いいよ全然。しっかり遊ばせてもらったし、お代なら十分。とはいえ、次一緒にコンビニ行った時はおねだり覚悟しといてね。